ホワイトエース内放送です皆さんこんばんは始めていきたいと思いますジェットストリームアタック昔もこのネタやったな、はい、あのやめましょうがはいえー、っと館内放送、えー、やっていきたいと思いますけれども、えー、皆さんこんばんはえー、っとですね今日たくさん動画撮りました、はい、あの僕ね今日は12時からですね撮影を始めて、えー、没分を含めると13本で、えー、それから あまあこの館内放送を含めてですね14本、それを含めて合間合間で接客でずっと喋り続けてましたね、よくまあ自分自身、こんなに喋ゃ喋れると思いますよ、しゃべるの大好きなんでしょうかね、次から次へどれだけでも喋れますよ、ペラ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 としゃべるんですけど、も今日はご機嫌ですねとツイキャスの方で言われておりますが、当然です、おビールをいただいております、これね、なんでこれ、今飲んでるか。 っていうのは実は理由がありますただ僕は酔っ払いたくて飲んでるわけじゃないんですけども、あのーまあ、酔っ払いたい人もあるんですけどねこれお客さんにいただいたんですはいあの、えー、何日か前1週間ぐらい前かないただきましたありがとうございます大事に飲ませていただきますまた、あのー、ホワイトベース遊びに来てくださいはい、はい、いやーモンエナも今日2本飲んでますよ 1> 朝1本飲んで、また1本飲んで、はい、非常にそこは大変でしたね、まあ、あアドブイ g さん、あどうも、でもなんか、G さんっていうほど、G さんじゃない気がするんですけど、今日最終の500拝見しましたけども、綺麗でした、はい、いやー、なんか、でも、うん、こうやってでも、毎日連続で話し続けてるといつ、いつか来そうですけどね、はい、で明日も、まあ、動画何本か撮るのかな、はいで、動画を撮らせてもらって、で、 うん、あとはちょっと僕やらなくちゃいけない仕事がまあいろいろありますねはいまあ毎日寝れてないですわ昨日も朝の4時までやってたんですけど皆さんも忙しいと思うんですけども頑張っていきましょうはいえっと今日はそうですね動画を、まあ、ご覧になっていただいている方はお分かりいただいていると思うんですけどもオートバイを何台か追加させていただいております、はい、でその中で えと今度からですねちょっとグーバイクの方の台数の制限がきついのでバイクブロスの方をメインにしていこうかなと思ってますでバイクブロスの方の出品がですね結構出てきてますよ、えー、とややバイクブロスがに出品しているの10台以上多分出していると思うんですけど今、11台ですね11台ほどバイクブロスさん出させていただいてます であと、グーバイクの方にも、まあ、同じバイクの中で厳選された8台を出させてもらって、えー、であの今後、ヤフオクですね、えーにまあ、あの売り切りをやるかどうかわからないんですけども、まあ、顧客動線の一つとしてです、ね、ヤフオクにも出していこうかなというふうに、えー、考えております、はい、よろししくお願いします。 うち、まあ、で販売しているバイクがです、ね、えーまあ、出品枠、グーバイクさんの出品枠の関係で出せてたり出せてなかったりと今までありましたで、それをちょっとクリアしていきたいなというのが自分の課題です、はい、こんな感じですね、うん、あとはどっちにも価格情報が出てないやつはです、ね、商談が入っているから出せてなかったりとかいうやつですね。はい そんな感じでよろしくお願いいたします。あ、公式サイトにもバイクブロスのアドレスをわかりました。それ書いてないな。あ、やめよう。えー、っとメモしとこ。うん。 あとあの、まあ、業務連絡というかですね、えー、今日新しくですね、えー、T シャツが1枚入りましたで今日入った T シャツなんですけども結構僕、力作なんですよあの今,まで今までももちろん気は抜いてないですあの全部、えー、非常にこう気合い入れてですね一枚一枚絵を描いてきたんですけども今回はですね、えー、ちょっと巷で ち、えー、まあ、巷でって言ったらあれですけども、まあ、イオンモールですよねイオンモールに、えー、調査をしに行ってど,どのような生地のシャツとかですねどのようなあプリントが人気を呼んでいるのかというのをです、ねえー、調査した上で、までいろいろ研究して印刷屋さんのアセントでです、ね、あの連携して作ってみたのがあるんですけどももうすでに実を言うと、えー、オンラインショップの方には出てます。それが これなんですよ。これ。これです。これ、ちゃんと映ってるかなわからないけど。YouTube。見えますかこれ。ちゃんと映ってないな。よこれですね。よこれ、あのー、何かっていうと、あのー、プリントがですね、微妙に。 ダメージ加工になっているんですよ。あのダメージ加工とは言っても、あの実際ダメージを与えたわけではないです。ダメージを与えたわけですだから洗っても落ち,落ちない。洗ってこれがなんかダメージが進行するっていうことはないんです。で、えー、あとボディですね。ボディこれあのー、最近流行ってるこの木木パターンあのなですかね。ちょっとまだらになっているこの木パターンっていうんですかね。 マダラになってティーシャツのパターンの生地を使っています、えーと、音質的には結構軽めの生地なので、まあ、あの今の季節着るもんじゃないです、はい、全然着るもんじゃないんですけども、も要は綿ではなくて、ですね架線をかなり、えー、の割合で含んでいて、ですね非常に着心地が軽くてあのいい T シャツです、これあのなんか最近こういうのがすごく売れてて流行っているということなので。 えー、うちでもその流行を追っかけてみてます、えー、XS の設定があります、はい、XS の設定は襟が丸も,もうちょっと大きい深い襟をしているので、えー、女性のカットですね、はい、あの一応うちにも女性客いらっしゃるんですけどもあお見せしたところですね非常に好評でした、はい、非常に好評ですでに1枚売れてしまっております、はい、で一応あるのがこの青と それからこのメランジェブラックというものですね、メランジェ、メランジェブラック、これ、これかっこよくないですか、これ、な何のバイクかはみんなわかんないと思うんです、僕もわかんないんです、僕もわからない、なんかこう、夢見心地に、なんだろシングルのオートバイのカフェ、シングルのオートバイのカフェって思ってたら、枕元にこれがあったんですね、はいでこれも、あの木グレーです、木パターンのグレーですね、これ。はいなんか まあでもこんだけ映せばわかるかな、えー、これ、もう僕、会心の出来です、はい、であのーまあ、ちょっと今回、えー、手間をかけてしまったので、えー、と他のバイク柄の T シャツよりもちょっと高くなっちゃってます、まああのつっても800円ぐらい値段が,が上がってるだけなんでまあだけけちゃいけないかなななかんですけども、も、えーまあ、ここは結構頑張りましたので、もし、えー、よろしければですね。 えー、よろしくお願いいたします、えー、あなんか鋭い方がピアノも作ってるメーカーの四半世紀以上作ってるバイクになってほしいなという思いを込めて書きましたはいでこのこのこの SR あやべえ SR、ね、ってしちゃった SR みたいなに見えなくもない、えー、多くの意見がある中で SR という意見もあるというこのバイクですねこれあの気づいてる人もいると思うんですけど 今、うちの商品ラインナップに非常に似ているバイクがあります。はい。非常に似ているバイクがあります。だからもしですね、あの、今のうちの商品ラインナップにある非常にこれとそっくりなバイクをお買い上げの方には1枚ついてきますよ。はい。今でもキックオンリーなバイクとか言われて。で、サイズはですね、えー、残念ながら XL が一番大きいです。はい。XL が一番最強ですね。はい。 なのであ,のあんまり体の大きい人にはちょっと着ていただけないんですけどもあの若者にも着られるように結構細身のデザインになってます、えー、ショッピングページの方にもですねあると思うんですけどもこれ非常にいいですよっていうか俺着ようかな今ちょっとあの生着替えさせていただいていいですかすいませんなんか,なんか、ね、生,生着替えっていうとあれだなあこの T シャツは日本刀をイメージした蹴るんで衝撃を与えてしまいそうな 感じだな生着替えとかいうとあれだななんか後で削除されないかなすみませんちょっと失礼しますねでちなみにこれで l サイズこれで l サイズですね l l ですね 非常に、えー、ライトで着心地が良いです、はい、インナー、インナー着てるのに、まあ、これあのインナーっていうかあれですよ、あのヒートテックですね、閉めちゃまずいな <laughs>、はい、これどうですか、これ、僕、かなり今回のこれ、気に入ったんですけど、これ、かなり気に入りましたよ、もうなんか自分が欲しくて作ったシャツなんで。 えっともちろん、あのー、こちらの黒の方にも設定がありますので、えー、っと、ごく国産クルーザーの昔っぽくなやつ、面白いな、後ろってどうなってるんですか、はい、後ろはですね、なんか,こう,いうかこういう感じです、脇までありますで、後ろは、それ以外はプリントはないですね、はい、えよろしくお願いします。あんまり T シャツの話ばかりしてもなので詳しくはですね、あのー、ショッピングページ、えー、リンク貼っておりますので、えー、ショッピングページの方をご覧ください、で今回はです、ねえー、ブルーとこの、えー、とメランジブラックの2パターンです、はいあとはあのまた来週、またさらにですね、えー、品物も追加していく予定、てかまか、あ、今後、もうちょこちょこ追加していきますので、えー、交互期待ということで、あとこのパーカーですね。あのー あっという間に売り切ってしまって、えー、まああのそこのガラスのものがみんなに受け入れられてくれるのかどうかっていうのがですねちょっと分からなかったんで、ちょっと限定試作にしておいたんですけども、あのまあまあ人気があるので、ちょっと寒いに締めますけど、まあまあ人気が出てるので、えーまあ、また再生産をさせてもらおうかなというふうに思います。はい V ネックの記事。 ああボディはですすね、すみません、全般でしたはい、作れなかったですね、えー、あの v, v ネックでこうポケットがついててセクシーコマンドとかですね、やろうかなと思ったんですけど、まあ、ダメだはい、そんな感じでやってますけども、えー、とじゃあちょっと全然あのバイクの話をしてないのでバイクの話に戻ると思うんですけども。えー、今日ですね、えーとまあ、プラグについての質問 実際、お店に来てしてくださった方がいらっしゃいます、はい、あのどんな質問かというとですねノーマルプラグとイリジウムプラグはですねどう違うのかということなんですけどもうんまあ、一番いいのは,一番あのいいのはですね NGK とかのホームページを見るとですね 非常にそのあたりははいよくわかるんですけどもまあなんていうのかなうそうですねーエリジウムプラグの方がですね長持ちするのかな <laughs> うん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 そうだなまあツーストイコールイージームとかそういうわけじゃないですまああんまりね イリジウムばかりを褒めたくないんですよなぜかというとノーマルの普通のプラグですね、はい、普通のプラグもいいプラグなんですよ、えー、あんまりイリジウムばかり褒めててもどうかなと思うんですけどもじゃあ,、まああ,のまあ結果としてはそうなっちゃうかもしれないんですけども、まあ、普通のプラグでも全然いいんですよっていう、えー、話を踏まえた上でじゃあなぜイリジウムがいいのかっていう話をします。 えとまず、ですね、えー、イリジウムプラグの形状というものをですね、あのー、思い出してほしいんですけれども、イリジウムプラグというのは、あのまずですね、えーと、火花が飛ぶ電極の先端形状がですねあのこ,こういうふうに尖ってるんですよ、こんなふうに尖ってます。 はい、で、こういうふうに尖ってるとどうなるかどうなるかというとですね、まこ、あの大変ノーマルの普通の標準プラグの電極を書きますけどはいで、こうなってるんですね、えー、で、ホ、えー、ワイトボード欲しいな、はい、こうなってますけどもこれは一体どういうことかというとですね、要は、この先端から出る火花っていうのはまああのー、水をシャワーで放出しているようなものだと。 思ってください例えば、こっちはこの普通の標準プラグはシャワーで水を放出しています、はい、シャワーで水を放出するとシャワーの水は拡散しますよね、えー、それは分かると思いますじゃあ、イリジウムプラグはこう先端尖がってますね、はい、これはシャワーではなくてこうノズルをこう例えばこう絞ると、ね、流水が香るやつあるじゃないですか、それでこうストレートでバーシューンと飛ぶようにするのがあると思うんですけども、えー、そういう風にしたものがイリジウムの 先端形状というものですということはどういうことかというと火花が非常に安定したですね、えー、まあ点火しやすい形の良い火花っていうのが飛ぶんじゃないかなっていうのがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います要はその先端部できちんと放電するそのこの先端のところできちんと放電して、えー、火花自体のこのばらつきが少ないわけですねはい でえー、ということはどういうことかというと、先端が細いということは、ま,またそこでの,です、ね、あの熱効率というのがいいんですね、散らばらない、か熱が拡散しないということは安定した火炎を得られるわけです。はいで あのーまあ、例えばこれは普通の標準プラグだと、よくあのかぶったプラグ、くすぶったプラグっていうのを、えー、プラグをチェックするときに、ですねエンジンから外して、パチパチさせることがあるんですけど、それを見ると分かると思うんです、あの普通の標準プラグっていうのは、ここの火花がこういうふうにバチ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 あちこち踊るんですね。 でその上であの、この先端じゃなくて、この辺で飛んじゃったり、こう,外資です、ね、こういう風うになってます、プラグ、この辺で飛んじゃったりとかですね、なんかこうなってたり、こうなってたりとかですね、そういう火花が正常に飛ばなくなるんですね、はい、でそれがあの、まあ、プラグの先端に何か付着したり、えー、影響があるとあの、そういう風になりますでそれ、そういう風になるとどうなるかっていうと、エンジンのかかりが悪くなる。 えー、アイドリングが安定して、ボコつくとかですね、えー、加速がスムースではない、燃費が悪くなる、えー、一発死ぬとか、ですねいろんな影響があります、はい、じゃあ、あのじゃあイリジウムにすれば、あの肝炎が安定するし、であと、イリジウムっていうのは、あの無効感でいいんでしょ、えー、イリジウムっていうのはめちゃくちゃ距離持つんでしょっていうふうにです、ねえー、思われているケースがあるんですけども、これ、実はそうじゃないんですね。 実はそうじゃないんですイリジウムっていうのはあの先端に白金というですね非常に高価な金属を使っています、はいえー、となんですけれどもそののプラグのスパークプラグの発電するこの尖ってるところの先端に白金を使ってて反対側のこれですね受ける方ここは普通のだったりしますこれはですね普通のノーマルの標準プラグと寿命同じです はい、でこっちも白金使ってるやつは長寿命なんですね、それ違うんですよ、結構こうみんな知らない人が多い、A、でこれ、あのー、何で見分けるかって、箱に実は書いてあるんです、箱に実は書いてある、ですねあのーまあ、例えば、あのイリジウムプラグでなんとかかんとか P とか書いてあるんですよ、なんとかかんとか P とか、なんとかかんとか I とか書いてあるんですね、これが型番の熱波の前ですね。 型板の、あ、熱化じゃない、ギャップか、これは。型板の一番最後につくやつが片面。最初につくやつが両面。っていうですね、そういう豆知識があります。はい。なので、えー、自分が使おうとしているイリジウムプラグが、あのイリジウムを使えば、火炎が安定して、えー、非常にいい火花が飛んで、エンジンも調子よくなるっていうのは確かなんですけども、メンテ寿命が長いかについては、片側発金か両側発金かについてはっきり分かります。はい。これ、 をですね、えー、しっかり覚えて、イリジウムを選ばないと、せっかく高いお金を出してイリジウムを買ったのに、片側発揮のやつだと普通のノーマルプラグと寿命同じですからね。はい。これ、あのー、覚えておいてくださいね。で、多分ね、両パターンあると思うんですけども、あのー、値段違うんじゃないかな。多分。はい。その辺気あの、気をつけて見てみてください。はい。よろしくお願いします。だからまあ、イリジウム、 もういいんですけどそれよりも皆さん、イリジウムに変えるとかいうよりも先にですねプラグコードを変えてください。プラグコード、ハイテンションコードですね、プラグコード、プラグキャップとかはいいですけど、プラグコードを変えてください。プラグコードを変えると、えー、火花が劇的に良くなるケースが。 ありますプラグコードを変えてやったり、コイルについてるでで、ねえー、電極を掃除してや,やるとか、電極を作り直してやるとかです、ねえー、アースをきちんとしっかりしてやるとか、もしくはコイルそのものを変えてやるということで、非常に火花っていうのは、強い火花が安定して出ますんで、はい、だいたい火花が弱くなるっていうポイントがであの何原因っていうのは、だいたいコイルの手前ですね、CDI からつながコイルまでパルスがいってますけども、その間の線ってすごい細いんですよ。 こんな細い、もうそこら辺のホームセンターで売ってるような、すごい細い線なんですね。で、それがまあ、年、経年劣化で硬くなって、ヒビとか入って、中の銅線もなんか、よれたり、硬くなったり、硬化したりして、で、その中にですね、あの、潮潮になんかこう、錆びた、開きぎ干しがですね、ぐちょってはまってて、ひらひきしも開いちゃって、ゆるゆるガタガタになってて、それがそのままなんか、ゆるっとこう、コイルに刺さってるっていうようなケースで、火花が弱くなってるっていうことが多いですよ。はい。なので、まずはそこ。 それからハイテンションケーブル、あのプラグケーブルですね。これを変える。イリジウムにする、そっちです。あのプラグの高度、高くないですから、全然高くない。1m1000 円くらいで売ってますからね。イリジウム1本、イリジウム一本かぶる、安いんですよ。はい。なので、えー、そこをやって、えー、まずやってみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、あと、あのー、まあ、コイルにつながってる電極がおかしいかなって思う。 えー、バロメーターの1つにですね電子式のタコメーターがついている車種でタコメーターの動きが悪い、なんかちょっと遅い変な動きするなっていうのは大体そこに影響がありますあのコイルにつながっている、えー、そこの電極部分がですね、えー、緩くなって錆びてたりすると電子式のタコメーター動きがおかしくなります動きがおかしいしなんかボコつくなと思ったら、えー、そこを調べてみてください、はい、よろししくお願いしますね 僕はね、ハッキンプラグでファッキンファッキンって言っている人がいます。ダメですよ、そんなことを言ったら汚い言葉を使ってはなりません。ちゃんとおハッキンと言ってくださいね。はい。次です。じゃあ次。ちょっと、あの、喉を潤します。じゃあお手紙を読もうかな。すごい封筒が来た。これは。 女の人だうんすごい同時にたくさんお菓子が入っていたはいえー、とんふんふんふん。<laughs> 缶バッチ届きました首が長くなってし、えー、まいました間チって過ぎてしまいバレンタインにチョコが間に合ってよかったですあ,ありがとうございます大和、えー、さんに雪だからダメだと思いますと言われましたが、えー、今回ホワイトデーには間に合わずす,すいませんえっ、ー、と <laughs> 僕ね一応バレンタインの,あのチョコレートをいただいてすぐにですね、えー、お返しをお送りしているんですけれどもあのやっぱチョコレートを送らないとだめかなすいませんはい で、えー、っと、私のバイクは3月21日に到着する予定です。お、おめでとうございます。CBR250 を買いました。えー、新しいやつですね。軽いと言われたので、今度は倒しても起こせるかなと思います。アプリリアの時はダメだったので凹みました。誰か長野で初心者の私に乗り方を教えていただける人いませんかね。よろしくお願いします。秋にはお米を送りますうわ、ありがとうございます。もうこれ長野行くしかないですね。はい。 質問です。CBR250 を購入する際に相談した人が今のバイクは耐性だから10年持たない買うなら前の日本製のバイクにした方が良い23年で買い替えるなら良いけどと言われましたが本当ですかとうーんこれ多分お店の人が言ってるんじゃないかなと思うんですけどもあの、まあ、お,お友達さんが言ってるんだと思います確かに耐性、えー、のオートバイっていう うふうになってますけども、うん、どうかな新車で買う分にはいいと思いますよだ2,3年で壊れるとは思わないそれにあのこちらの方がですねそんなぶっ壊すような乗り方をするとも思えないはい。ただあの国産のオートバイみたいにですねえー、5万キロも6万キロも持つかと言われれば正直そこは僕もよくわからないです多分2万キロ3万キロ境にですね何かしらのメンテナンスが必要になってくるかもしれない というふうに思いますけどまあそこはホンダのものづくりでなおかつですねまだそこまで日にちが経ってないので実際に誰もそれを経験していないんですよねうん、10年もたない逆に言うと あ,のあんな排気量の小さいオートバイが10年持つっていうこと自体が僕は奇跡だだじゃないかなと思います、あとは他の、まああの逆車というかですね、えー、そういったものに比べてメーカーがちゃんと自分のところで出しているバイクです、だから壊れてもちゃんと部品は出ます。はい ちゃんと部品は出ますので、あの機械は別に日本製だろうが何製だろうが壊えます。で、そこで、えー、部品が出るか出ないかっていうのは重要だと思いますけれども、うちにあるですね、NSR250F、あれイタリア製ですけども、あの部品出るかどうかわかりません。それに比べたらですね、CBR250、耐性でもホンダが今出してるピ,キピ,ピチピチの新車ですからね、部品ちゃんと出ますし、全然乗れると思います。ていうかむしろですね、あのそういったあの風評を 気にせずですね新車を買ってくれる方が現れないと10年後に我々中古車が食っていけません新車のお買い上げありがとうございますという感じですはい <laughs> あえっ、ー、と NSR125、ねねはいツッコミが入りましたはいえっ、ー、とバイクに乗る時の服装ですが、えー、ジャケットにプロテクターの入った1万5000円くらいの購入した方が良いのですかうーんレオちゃんさんはいありがとうございます えとプロテクター入りジャケットを買うのかプロテクターをベッドで買うのかということについてはですねまあ、意見が分かれるところですただ、あの通年オールシーズンを考えるとジャあのプロ,テクタプ,ロプロテクター入りジャケットをですね、えー、夏場に着るというのは結構ちょっと 暑いいいんじゃななのかなって思いますねただ、まあ長野県の方なので長野の方はそんなには暑くないのかな、分かんない高原で涼しいイメージですはいが、まあ、しますけれどもね、どうなんでしょう、僕自身僕自身はですね、えー、プロテクター入りのジャケットは確かに楽なんですけども、やっぱり、えー、夏場に着れな、ね、い、あれ割と防寒性能があるので、夏場に着ると死ぬほど暑い。ね で、夏場はもうほんとプロテクター剥き出しですね。のつけて、肘とかつけてですね。あの、マッドマックスみたいにして乗りますけども。それでもやっぱり暑い。うん。まあ一番いいのは両方だと思いますけど。でもね、やっぱり冬場にプロテクター入りジャケットを着ると今度逆に涼しいんですよ。涼しいで寒いんですよね。そこまで防寒性能が良くない。 だからジャケットを着てさらに上からこう大きめのジャンパーを着たりする羽目になっていたのでやっぱり僕はまあプロテクターそのものを買う派かなインナーにつけられるやつあのいろんな種類のプロテクターがあります僕が使っているのはみんな安物です強日プロテクター4000円肘プロテクター2500円とかですね。そういうい安物です安物というのは見た目にもプラスチックプラスチックしていてです、ね、硬いプロテクターっぽいもうプロテクター前としている、えー、なんか戦えそうな感じがしますね。 えーであのー、ゴツゴツしてて分厚い、だから服の下に着るっていうのは結構できないんですけどもただ、あのー、薄く作ってあるプロテクターももちろんあります、布製で薄く作ってあるやつ、それを中に着て、えー、上から普通の服を着るっていうのもできます、であの女性の方なのであの男の人みたいにゴツゴツですねでかい感じじゃないと思うんで僕はまあそういうプロテクターを,を買う、で,まあ、できれば冬ですね、えー、防寒性能のある ジャケットを、まあ、そのままこうバッと着れば、ですね上着代わりに着れば、あのそれこそすぐにプロテクターになるので、えー、いいんじゃないのかな、そこは便利でやりやすいと思います、まあ、僕みたいにですねバイクに乗るかもしれないという日には、ですね朝からプロテクターをつけてるような人間、僕とですねジョジョ芸人、高橋さんとか、です、ね、うちに来てる若い子たちは、車で来ても、電車で来てもプロテクターをつけて、あのライディングブーツを履いたりとかしますけども、ね、かわいいやつらですよね、本当にもう。はい うんまあ、冬場、僕がおすすめなのはやっぱ膝膝,膝と胸部プロテクターですね、これは非常にいいです、やっぱり心臓周りを温めてやると全身温まります、で膝を温めてやると疲労が減ります。はい、なのでそれは あのまあ、安全面もあるんですけどもあの、やっぱ僕も30代の半ばになってきて、ですね、えー、関節が冷,冷えると、ですねあの体調が悪くなるようになってきたのであの、それはプロテクターのありがたみを日々感じている次第です。はい、そんなわけで、えー、いかがでしょうか、この辺、お答えになったんでしょうかね。はい、いやもう30分ですね、1日経つの早い、しかももう12時だ。 今日は土曜日明日は高気圧に覆われるそうです、えーと、絶好のバイク日和になるんじゃないのかなという,ふうに思います、えー、我々は仕事なので、えー、もちろんホワイトベースにおりますけれども、えー、ぜひです、ねあのー、バイクに、えー、またがって、天気がいいので、えー、走ってやってください、バイクは火を入れてなんぼです、いっぱい走っ,っ走ってやればやるほどバイクは調子よくなってくれるものです、モビルスーツと同じです。はい そういういわけですね、皆さん、ガ,ガンダムじゃない、えー、とバイクをですね、モビルスーツのように可愛がってやってくれるといいな、はい、というわけで、えー、一般的な土日休みの仕事をしている人たちがうらやましくてしょうがない二宮祥平でした、はい、あの来週の平日、空いてるとき若者側で走ってきてやるぜやーって思ったら雨だったりしてね。というわけで。 もう寝てる人いると思うんですけど今日遅くなってごめんなさい、えー、ありがとうございました失礼いたしますまたよろしくお願いします